これは男アユとの物語。いつも爆食している彼が減量飯に挑む。おい、ということでね、一食目。でも、あやとさんにはご褒美になるかもしれない。え、嘘？マジ？やった！一発目。なんと僕はふるさと納税をした。え？馬刺しから始まりますということでね。これ解凍してました。はい。ガチ？だからね、これを一旦もう切って、もう朝はもう超簡単。乗せるだけ。乗せるってのは何？これ白米に乗せてくれるってこと？そうです。もうこれさ、ご褒美じゃん。ご褒美で。こんなの一日食ってるだけでしょ？この企画余裕すぎない？まあ余裕かもしれないね。きついきつい減量法っていうのはあんまやんないんだよね。なるべく、ストレスのない減量するってこと？アイトにはもうそういう減量を今回はもう本当に実感してほしい。ナースケの減量法ってこういう感じねみたいな。なるほどね。これが本当の減量だと。そう、これが本当の減量だよって。はい。まさか、え、何？入って何？今の、はいよ、もう何？終わりって意味？でも、もちろんね、白米もありますよ。2合ぐらい？ 1 人。合計で2合しか炊いてない。はい、100g です。え？じゃあ、アウトのご飯。はい、これね。はい、これアウトのご飯。半口よ、こんなの。半口。いや、もう本当にでもね、これでいきますか、僕。動画用にさ、わざと少なくしてるっしょ。いや、本当だよ。こんなの。死ぬ本当だよ。これマジということで完成です。地獄なんだけど。カロリーが大体270kcal ぐらいですね。なつけ、この丼あとさ、5個作ってもらえる。パニック定食じゃねえんだよ俺んちは。無理だよこれ、死ぬよ。もう俺もうすでにストレスマックスなんだけど。え、もうイライラしてんだけど。じゃあ香り変えてみて。香りね。でもすごいいいわ。食っていきましょう。よーし。まあ、ということでね、1食目。だいたいね、168kcal の米と、100kcal の馬肉ということで。いただきます。いただきます。まあ、うまいわ。まあ、めちゃくちゃうまいわ。馬肉ってなかなか食べないよね。俺もでも、いつも食べてるわけじゃないけど、じゃあたまたまね、ふるさと納税の肉があったから。これカロリーでいったら、何キロカロリーぐらい？270ぐらいだね。270とかの計算なんだ。うん、信じられない量でしょ。だって俺がこの前、ナースケンチでさ、勝手に食べた朝ごはん、1000キロカロリーだったよ。めちゃくちゃ適当に持ったご飯で。ね、馬肉はもちろんめちゃくちゃいいんだけど、すごい満腹感もあるから。結構今日は、あやとは、マジで炭水化物が少ないから俺は、それがしんどいと思う。え、これ何？減量中だからこういう食事なんだよね。うん、もちろん。俺は結構炭水化物を取らない系の体質なんですよ。マジ？頭回るの？めちゃくちゃ回る。回ってんの？うん。大概人の話聞いてないけど。おかわり。ちゃんとね、ゆっくり食べないと、死んじゃうよ、ほんとに。もう一食くれよ。くれよ、普通に。みんなゆっくり食わなきゃいけないぐらいだったら、もう一食くれよ。ダメです。これあと5分後に次の2食目でしょ。早いよ。カロリー的に言ったら2000ぐらい取るから、ちゃんと。あ、そうなんだ。やっぱ朝さ、あんま食べ過ぎちゃうと、持たないから、一日。大会当日の水の飲み方やこれ。え？マジで？マジ？今回は水はね、OK にしようね。ありがとう！助かる。それだけでも違うでしょ。全然違う。カロリー付きはダメだよ。コカ・コーラとか、アクエリアスみたいな、そういうのはダメってことだよね。そういうのは、俺が飲まない限りダメ。普通のお水とかお茶は大丈夫。カロリーないから。減量中に0キロカロリーのコーラ飲んでるよね。ああいうのは別にいいわけね。ああいうの OK。カロリーがなければ。なるほどね。頼むよ。頼むよ、ほんとに。マジで途中でちゃんと、途中でちゃんと食事挟まなかったら俺も撮影もジャックするからね。で、もう朝一でしょ。はい、僕のルーティンなんだけど。おお、これもうお乳です。何個飲むの？これぐらいかな。これぐらいかなじゃないのよ、この量。もうさ、見てくんね、これ。これが大切なんですよ。もう重度の病気よ、これ。いや、もうほぼビタミンとカルニチンとね、あと油ね。ああ、以上、朝ごはんでした。ごちそうさまでした。よーし、食った食った。
よかったよ。よし、じゃあ撮影終わったから一旦ガチで鶏の唐揚げとかさ頼むよ。ないです。シンエちゃんと見張っててね、俺ミーティングやってるからね。ちゃんと見ときます、うん、お前の収益ちょっと上げてあげるからさお前買収されんなよ、ちゃんと買収されんなよ。な、好きなもんだ、おごってあげるから。美味しい贈り物。ダメだよ、食べたら。ダメ、私のだから。え、私のだからダメですよ。え、これ嫁助の。うん、和菓子。和菓子。うん、あっち、あっちってな、ちょっとダメダメ、うん、あ、見てるマジこの企画、誰持ってきたの。俺か。うん、そこの席どけよ。私の席です。どけよ。ここは私の家です。3秒後にどかなかったらお前とんでもないことになるぞ。ダメだよ。なんでこっち行こうとして、でっかい方。これもダメだよ。ちょっと切ってカメラ。ちょっともう映せないわこれ。ちょっと待って、本当にやばい。ナースケ。はい。2食目は？ 2 食目だいたい1時間後です。拷問？シェイブブラックじゃん、やってること。俺だけだ。ふざけんなよ。1時間までこの水耐えろってこと？そう。ついにメンバーシップ開始。バッジやスタンプなど限定コンテンツ、動画もチェックしてね。2食目でございます、はい、現在11時34分、はい、1食目が7時半でしたので、はい、ちゃんと4時間ね、開けております。ということでね、はい、どういうことで。お、素晴らしくないですか、これは。ナースケさん、ちゃんと温めております。ありがとうございます、はい、鮭のね。でもね、2食目は結構多いよ、本当に。どうぞ2個食べてください。卵、え、とろサバ、え、そして、そして僕のね、毎度おなじみゼロコーラでございます。どうですか、なんすけ。俺お前のこと好きだわ意外とじゃない。うん、意外と楽ちんでしょ。これありがたいよ。やっぱ朝は行き過ぎちゃうと、うん、ちょっとね、この後のカロリーが大変だってなっちゃう。そうね。だけどこの後スクワットとかやるじゃん、今日。確かに。そう、だからしっかりここでね、脂質たくさん入れます。脂質多いよね。本当は聞くようなサバ缶なんだけど、うんうんうん、今日は外なんで、ちょっととろサバで対応させて。ありがとうございます、はい、ちょっとね、これ俺のマジでいつも鉄板メニューだから。あ、本当にそうだろ。あんま食べないでしょ、こういうの。食べない。コンビニだって絶対買わないでしょ。絶対、マジで買わない、これは。そうでしょ、うん、だからちょっと本当に感想教えてほしい。結構、何、え、美味しい。何がどれ、え、いや、マジで美味しいこれですよ。特に、うん、最近ファミマのコンビニがうまい。原料食は全てにおいて、うん、原料食はファミマがうまい。へぇ、どう、美味しい。まだ食べてないよね。一口も食べてないよね何見て頼みまでお前が話してるから食いたかったよねあ、一口で食べたからトロトロ分かんなかった断面図見せようと思ったのに一口食っちゃった。うまい。こう最高。なんとですね、はい、ゼロジムにやってまいりました。あ、俺らと出会った場所だもんね、ここね、ほぼ。でもこれね、うん、長い長い時間を過ごして、また原点回帰ということで。そうですよ。はい、スクワットやりに来たんで。はい、あの、緊急事態。何ですか。エネルギーが不足しております。やはり、僕も持ってました。やっぱり、食べてください。天才です。これね、ちょうど400キロカロリーぐらい2つ食べて。ありがたい、マジで。トレマイカーボですね。ということで、ちょっと食べていこう。どう、声優のあんこは。最高にうまいわ、マジで。あの、本当に最高。うん、お、うまっ。うまくね。うん、これでね、じゃあトレーニングやっていきます。いきましょう。みぃ、なんか今ね、これからね、スクワットやるんだけど、EA ですね。僕がいつも EA と、こうやってそのグルタミンね、これ結構ルーティンです。本当はね、みかん味をアイトに飲ませたかったんだけど、みかんがもう全部飲んじゃった。普通にね、
めちゃくちゃ惜しいからこの信玄に負けた。朝活する人とか助かった助かった。これ何ちなみに。これはこの色といったらですね、代表的なパイダスさん、はい、キウイ足ですね。そうです、ありがとうございます。ってことはこれ家かな。家です。あ、いやもう本当に俺もう日常生活でもうパイダスさんしか飲んでない。本当うまっ。マジでうまいね。マジでうまい。これからねちょっとね足取りやっていくんで頑張ります。じゃあ俺もういいや、これずっと飲んでるからお前らやってて。ダメです。寿司食おうぜ。ダメです。企画中断。中断っていうか普通に食った後にゲレムし食えばいいじゃん。ダメです。なんで減量中の飯を24時間真似しないとダメです。え、だからそれはさ映像の映してる部分だけでいいじゃん。ダメです。カメラ切ってたら別に好きなもん食わしてよ。ダメです。あれリアルすぎるってこれ。僕のチャンネルはリアルです。いやもうしんどいよ。やばいもん。でもお腹減ってないじゃん。いや減ってるよ。え、減ってんの。うん。本当。いやそれも欲望がやばい。ちゃんとね用意してますもん次の食事。でも欲望がやばい。やばいってな。しんどいってマジで。今ミーティング中ですが事件が起きました。見てくださいこの猫。やめすぎてダイエット終わったからね。そんなに目でっかかったっけ。ねえ。危ねえ、閉じろ早く。すいませんね、謝んな。会議中うるせえよ。会議中だろうが何だろうが嫌だよ、こんなタイミングの話じゃねえんだよ。うわっ。うわじゃねえわ。おいすごいね、これ。返してあげよう。うん、気をつけてね、これ落ちるよ。はい、全然余裕。まあいいからいいからいいから。いや、絶対に嫌だ。いいからいいからいいから。じゃあ俺もちょっと作ってあげるか。シゲ、来て。5000円払う。僕たちこれ最後の食卓、まさかのね食べれるものです。これこれはあえと喜ぶんじゃない。普通に予想はハンバーグ。ハンバーグ、そんなわけないじゃん。待て待て、冷凍でチチチチっておかしくない。冷凍チチチチですよ。え、冷凍さフライパンで炒めること普通ないよね。普通絶対レンジで解凍かけるよね。さあなんでしょうね。ハンバーグしかなくない。そうだったらハンバーグ。ちょっと似てねえ、なんかうまそうじゃない。マジで美味しそうです。これはあえて喜ぶでしょ。これで喜ばへん人はいないですね。黒毛和牛だ、 A5 ランク。ハードル上げるのやめてくれませんか。仙台牛。目がいってんだよ。目がいってんだ。これ嬉しいでしょ。焦げ落としてるな、心べきだな。ホットケーキ。あ、でもカランカラいかないよな。じゃあもう唐揚げかハンバーグだからですね。ここで最後動画あると終わりだよ、爆食だねっていうことしたって。俺それだったらナースに今後一生ついていくよ。はい、じゃあね。何これ。目を開けてください、どうぞ。え、マジ餃子。これは弁餃子になります。あああ売り切れてるやつね。これね、マジでうまい。俺結構食べてるよね。うん。あ、冷凍でカランカラン言うの餃子だわ。減量ってさ、うん、貧しいものって思ってやってたと思うけど、うん、今日の食事があるからこそ、うん、すごい嬉しいのこれは。なるほどね。ちょっと食べてみてほしい。ガチどう。最高ですよ。もう今のフーでなんかもううまい匂いきたもん普通に。じゃあいただきます。はい。美味しいでしょ。なんか天国だわ。めっちゃいい。もうあやたがさこのレベルまでしっかり落として最後ね、これやっぱちょっと食べてもらいたかったんだよね。俺の減量ってね、全部美味しいの。それは思った。量がやっぱね、ちょっと少ないけど。うまい。うまいでしょ。脂質1個、1とかだから見されても3なの、脂質が。これご飯何グラム ?100 で、合計でトータルが、まあ、トータル300キロカロリーちょっとかな。完食でございますか。めちゃくちゃうまかった。じゃあ信玄、ラスト。はい、ちょっと行っちゃいましょうよ。いや、これさ、うん、あれじゃない、パフェ。パフェ、パフェが出てくるわけないだろ。わかった、ショートケーキ。これさ、原料舐めてるよね。チーズケーキ。
だってストレスないもの食べるでしょ。まあストレスはねないよ本当に。まあショートケーキにね入ってるものも使いますね。だからショートケーキ。さあラストですよ。予想は何ですか。生クリームでしょ。どら焼きの上に生クリーム乗っけて、生クリームどら焼きでしょこれ。生クリームどら焼き、ね、じゃあね、まあね、これ食べてもらおう。いつも僕はこれでね、締めてるんです、うん、どうぞお食べください。そういう反応になるか。冷たっ。そう、これで100キロカロリーです、うん、え、これで、うん、すごいでしょ。ゼロつけ間違えてない？大丈夫？線ではない。さすがに線になってないでしょ。大概して。お前だろ。うん、俺か。はい、いただきまーす。プロテインなんです。だけど、うん、プロテインと氷、うん、そしてブルーベリー、これを使うことによって、うん、食感がシャキシャキしてる、うん。なんかふわふわしてる。そう。ちなみにこのプロテインなんでしょう？なんで？このプロテインが何かって。わかるでしょう。あれとなら。まさかマイプロ？マイプロだと思った。これはもうマイプロでしょ。の何味？ブルーベリー味。ブルーベリー入れてるからそっちに引っ張られてるのかな。え、もう一回食っていい？うん。あれ、これもしかして、え、バイダスの、お、キウイ味のプロテイン引かれてんのか、味覚が。もう一回いい？じゃあちょっと。あー、ごめんね、うん、なんか時間取っちゃって。これ、うん、バイダスの、うん、プロテインの、うん、ストロベリー味でしょ。あー正解です。よし来た。全然知らないね。やっぱ、まあでも一発でわかるもんこれ。三発だよもう。しょっぱいもので締めるのが嫌なの。食事を。うん。まあデザートを食べたいっていう。あー。それの欲から開発された、うん、超低カロリーだけど、うん、大満足プロテインシェイクでございます。確かになんかこれアイス感覚で食べれるんだよね。もうちょっと水増やすとシャリシャリで飲める。これはデザートだわ。もう本当にマジで、うん、自分のね今日ね一日駆使した、うん、ほぼ2000キロカロリーだけどね。これをね105キロの男に提供させていただきました。本当、なんせ今日ありがとう。いやありがとうございます。ちょっと成果を果たして。うわ最悪だ。理想の体はみんな違うをコンセプトに炎のマークが描かれたアパレルも販売しています。よかったら概要欄から詳細をチェックしてね。